お、なんだいそれは。これスナップチャット。おー、もう出てる。もう出てるって何？いろんなモードがあるんだね。うちの子も大好き。どういう感情なんですか？どういう感情？虹入ってるぜって感じ。エナちゃんもやってこれ。虹どうなるの？虹入って虹入って。目大きくなる。あ、目大きくなる。あ、こっちの方がいい。こっちの方が。あ、こっちの方がいい。こっちの方が。ねえ。ねえ。エナちゃんも遊んでんのこれ。よくやります。あ、でも途中すごいちゃんと反応してくるのすごいですよね。すごい。どのやつが好き？私は子供がよくやるんですけど。子供が。あ、かわいい、かわいい、こっちの方がいい。だからです。こっちの方がいい。こっちの方がいい。こっちのことを共演したい。かわいい、かわいい。ほら、これから画面越しで共演しますじゃん。本当に、本当に。ジャスクの子供は？あ、見たい、見たい。マリアさんどうなるんですか？うん。こんにちは、ガラジャスです。え、子供なのかこれ。これ変わるんだっけ？どこすれば変わるんだっけ？あ、この、取らなきゃダメ。取らなきゃダメ。声も変わんの？こんにちは、ガラジャス動画見てね。マジやっちゃう。なんでの？みたいなね。これ子供顔が今人気で ね。そう、可愛い。うん。あとは？あ、女性。ね、いそうなんですよねこれ。いそう。ね、黙れ小僧。言わないでしょ。ゲンキングさんみたいじゃん。なんかね。普通にあの銀座とかにいそう。あ、なんかおしゃれ。いいかな。銀座にはいないだろ。おしゃれのまま、おしゃれのまま。女子は、女子やるとどうなるの？いや、私でもすごい変わるんですよ。あ、なんか色っぽい。あ、こっちの方がいい。マジで。マジで。色っぽい。こっちの方が人気出るよこれ。おお。うん。色気はねえな、でも元がねえから。え、なんかちょっとサヤリンさんっぽくないですか？あ、サヤリン。あ、いいね。あ、男みたい。ちょっと、ちょっと、イケメンだ。ちょっと、なんかね。おお。うん、いいじゃないの。イケメンだね。うん。正面ですよ、正面。うん。ちょっとカッコつけて。ちょっと、この辺の毛がね、気持ち悪い2丁目あたりに。すごいイケメンだね。え、これゴージャスやったらどうなるんですか？男、うん。ハゲた。え、すごい、どういうこと？え、なんでこんな顔大きくなるの？武将髭がひどいね。すごい、うん、これ子供、うん、すごい。え、髪型変えても良さそうですね、なんか。ほら、ほら、似合う、あの、矢島美容室さんの人たち。確かに。懐かしいな。懐かしいやつ。おー。こういうのもね。あ、すごい。はい、これ。これ、なんか、洋画歌い出しそう。洋画歌い出しそうって、どういうこと？え、どういうこと？鼻みたいな。え、多分顔が面白いから気持ち悪い。キモいキモい。顔が面白いから何やっても面白い。え、眉毛、眉毛。これエリニアのみたいね、これね。え、これ坊主になるってこと？ハゲ散らかし、どうなるんでしょうか。いきます。散らかしちゃうじゃん。こっちの方が面白い。いやいやいや、面白いじゃない。おお。ちょっと色がおお、あ、似合うこれ。すごい。全然売れない。売れない。金捨てダブルの人たち。エフェクトがすごいね。面白い。あ、音。え？あ、音楽がある。音楽の中で。二人映ってる。あ、なる。あ、違う。映っちゃった。あ、映った。いるよね、こんなカップル。すごい。ボイスが変わるってどういうこと？あ、ボイス。あ、ボイス？うん。
あれみたいです。なんか寄生獣、寄生獣だ。寄生獣。生獣右。右。地球の皆さん、こんにちは。これから、地球を、いただきます。これ変わる？地球の皆さん。これから、地球を。いただきます。面白すぎる。やりたい。それやりたい。本当の宇宙海賊がこれだった。あ、可愛いんじゃない？ちょっと。可愛くないでしょ。ちょっと待って。うん。我々は地球人だ。いや、地球人だねえよ。いただきます。地球人だ。地球人だ。いただきまーす。すごい。なんで可愛いでしょみたいな撮ってる。あ、いますね、女子。ちょっとそれ一回やって。やって、じゃあ私可愛いでしょみたいな勘違いしてるやつは。本当。可愛い。これ何？可愛くなるのこれ？え？もともとそんな可愛くないもんね。でもいいから言ってほしいじゃん。なんでよ。いやでもこれすごい可愛いよね、これね。可愛い。うん。あ、これは増える、ファン。あ、可愛い。あ、その角度もいいね。あ、いいじゃない。許してにょん。うん。可愛い。おい、笑うね。吹き出すね、笑い方で。おい、エンナちゃんとそのにゃんが俺あんま好きじゃないのよ。猫じゃん、だってこれ。でもこれは可愛いけど。あ、なんか橋本環奈ちゃんみたい。かなちゃんは可愛いよ。橋本かなちゃん。ボイスも撮ってほしい。ね。ボイスも撮れる。あ、これも声は変わんないですよね。多分これは変わんない。変わんない。橋本かなです。これは荒れるよ。ごめんなさい。本当にごめんなさい。頑張ったけど。ごめんなさい、かなちゃん。皆様。すごいな。面白いね。面白い。なんかやっぱ目大きくなると可愛くなるんですかね。あ、そうね。何が違う、なんだろうな。でもなんかさ、ヒゲとか鼻描くと可愛くなるじゃないですか。じゃあマジック持ってきてもらって。直接描いたらちょっと違うんだよな。なんでだろうな。本当に動く、本当に動き出すから。最後じゃあエリナコラージュでお別れしましょうかね。これほら、いいじゃない。あ、可愛いね、やっぱね。スナップチャットと共に生きろ。これやりだしてからゴージャスさん直接あんまり顔見てくれない。見ないよ。画面の方で見ちゃうし。画面越しで見てくるんですよ。ほら、いいよ。これ使おう、チャンネルでもこれ。いや、私これから何、ここじゃなくて、遠回しにやんなきゃいけない。チャンネルはやっぱここから通して。うん、はい。こんな感じで、スナップチャット、若者のやつやっぱりね、情報。やっぱり我々も吸収していかないと。アプリ大事です。もう結構ね、エリナちゃんも私がね。触れなくていいんですよ。コメント欄にこんなアプリ若者に人気だよって書いてあったら書いてください。うん。そして神谷エリナチャンネルも本当に。なんか本当にこのスナップチャットを通してこれからやっていくみたいな。変わっちゃう、変わっちゃう。V モードよくちゃう感じしてあった時に。はい、こちらもご覧ください。はい。はい、終わり。